さてですね、うん、何の神様になりたいですかっていうことなんですけれども、うんうんうん、まあね、うん、小野くんすでに神なんですよ。嘘でしょ？いや、本当ですよ。俺神なんです。そうですよ。俺はもう神なのかもしれない。ええ、神なのかもしれないというか、もう神なんですよ。うん、何の神かと言いますとですね。パンツ神だ。違います。ええ、それはもうあの神様にはもうなりきれてないんで。なりきれてないのか。ええ、あ、そうなのか。もうパープルを選んじゃった時点で、もう完全に貧乏神は確定してるんですけど、まあある意味神様に近い存在ではありますけれども、まあ小野くんはこの番組的に何の神様かと言いますと、はいはい、ラジオの神様なんですよ。嘘でしょ？そうなんです。あの、小野ノートというものがありまして、うん、ええ。あ、小野ノートね。はい。小野くんがいたずらに行ったことが次々と実現するというですね。うん。下に恐ろしき。本当だね。ノートなんでございますけれども。いやいやいや、うかつなこと言えないよ、そりゃ。そうなんです。うん、まあ、小野ですさんはですね。ええ、小野ですさんは俺がやってる派です、小野ですね。はい、うん、そうですね。まあ、小野くんのノートですから。うん、ええー、まあ、うん、自分の知らないところでそういう力がね、働いてるわけですよ。いやー、これはちょっと制御できないんだよね、逆に言うとね。なので、うんうんうん、今回ですね、小野くんにいろいろと今後のことを予言してもらいたいと思います。嘘でしょ？まあ、数打ち当たるですよ。ちょっと。なんで、小野さん、いたずらにですね、今からいろいろこう、まあ、力まずに、インスピレーションで、脳直で、いろいろこう、言ってもらえたらいいんじゃないかっていうことで。確かに、脳直の方が、小野ノートはね、成立しやすいんです。でしょ？うん、なんで、まずはキンキンのことから、お話ししていきたいと思うんですけれども、はいはい、そうです、ケロンパじゃなくてキンキンの方が、ね、はい、よろしくお願いします。ニャンコ先生のあの声の人ですね。ニャンパラリ。まぁ、あ、11月に行うですね、ディアゴイ祭りなんですけれども、うんうん、聞きたまえ、うん、これ何かハプニング起こったりする？ハプニングですか。うん、ああ。考えない！ああ、そうだ、考えちゃったね。考えちゃったね。千人の男子を前にして、千人の小野くんが、そう、俺が、大爆発大爆発、大爆発、ドーンですよ。本当ですか？はい。まあ、いろんな意味にとってもらって構わないですよ。僕が大爆発します。あ、そうですか。はい。もう、ボーンってなります。ちなみにそのディアボーイ祭りでは、うん、どんなグッズが売り切れてます？パンツ、パンツ、パンツ。パンツ。パンツ。これは外れない。パンツ。DGS はですね、2004年、来年ですけども、どんなことをしている姿が浮かびますか？ん？来年の DGS。うん。そうね。日本放送で放送してます。遺跡。遺跡遺跡。うん。この間行ったの、日本放送、初めて。あ、そうなんだ。いい放送局だね。うん、よかったね。新鮮だったよ。あ、そうです。新鮮な気持ちで、ほら、次の来年を迎えるということで。やば、あ、今のやばくね？あ、そうです。今の俺やめさせられるんじゃない？ちなみにそれを踏まえて、文化放送エクステンドは大丈夫ですか？うん、日本放送エクステンドになります。まずいですね。社名変更。あ、そうですか。社名変更です。ああ、そうですか。生まれ変わります。ああ、そうですか。うん、じゃあ、それを、それを踏まえて、うん、10年後の神谷浩史はどうなってます？TBS ラジオでレギュラー持ってる。なんでだよ、意味がわかんねえ。どうなっちゃってんだよ。なんかそう、なんか多分問題起こしたんだろうな、きっと文化放送でできなくなったってことは。神谷浩史のアップスをやってるよ、きっと。で、LF に行って、LF でもなんか問題起こしたんだろうな、きっとな。きっとな。で、結果追い出されて TBS に行ってるわけだろ。なんなんだよ、それ。うん。ちなみに、小野くんは、5年後の小野くんは？ 5 年後半沢直樹に出ています。半沢直樹の続編に出ています。はい。うん、自分は意外といいとこに置いたね、うん、そうそうそう。2.5 倍返しだっつって。天狗は何なの？わかんないけど。もう脳直だっつってんでしょ？ああ、そうか。そうだよ。神様の言うこと信じなさいよ。ああ、そうですね。うん、ちなみに、八木橋くんのファッションセンスは5年後どうなってます？全裸。熱
全裸ですか。全裸にあのスラッシュアックス一丁ですよ。5年後なのに。5年後。モンハンいくつだろうね。わかんないけど。モンハン6か7だろうけれども、全裸にスラッシュアックス。アックス一丁で。うん。あ、変形したっつって。どこのスラッシュアックスかな。あ、ちなみにタムタムの来年のボーナス出ますか。現物支給、うん。残ったやつだろうね。きっとね。イベでね。あ、そう。イベで残ったやつがドサッていくよね。じゃあ、アスキーメディアワークスの将来も聞いておこうか。ね。アスキーメディアワークスさんはね、あの、まあ、メインスポンサーですかね、この番組をね。ですよね。うん。なんだろうな。白戦車の子会社になって角川グループじゃなくなっちゃうのお前ほんと自分以外はみんな適当なところに置いたな。恥ずかしいんだけどヤングアニマルがなんか頭に浮かんちゃってあ、そうですか。白戦車じゃないかな、多分。白戦車になっている。うん、そうね。うん、あ、そうですか。ということのようですけれども、さあ、小野くんにですね、予言の力があるかどうかは、皆さん僕と一緒に確かめていきましょうね。